さあ、皆さんお待たせしました。どうも、飛び石連休の藤井ページです。毎週末ですね、ゲストの方を招いて生配信をやらせてもらってるんですが、今日は華やかなレイディーに来てもらいましたからね。はい。では、早速登場してもらいましょう。ゲストは梅ちゃんです。どうぞ。はい、梅です。よろしくお願いします。お願いします。俺にしか見えへん映像かな、みたいな。感じになってるけど、よろしくお願いします、はい、ごめんね、急にお呼び立てして。いい、ありがとうございます。なんかパステルカラーのこう服を着てるのにな。ちょっと華やかな服を着てみたんですけれども。暗いですか？いや、全然、まあ多分照明の関係やと思うよ。あ、はい、うん、今はあれですか、フリーでやっとるんですか？そうですね、今フリーで、うん、はい、ソニーをね、やめて。はい、ソニー辞めて何年になるの？もうすぐ2年ぐらいになる、ね。あ、もう2年になるんや。じゃあ、はい、あれ、コロナになった頃ぐらいに？そうですね、うん。あの頃でした。なんでそのタイミングで？なんかもう、いろいろ追い詰められてたんですよね、ちょっと。で、なんか R1 とか終わっちゃって。あ、そうかそうか。そうです、そうです。それでも、うん、どうしようと思って。うん、うん。なんか、やめちゃいましたね。R1 がちょうど出れなくなった時、それ。そうですね。うん。R1 出れなくなって。そうか。でもまあソニーとかな、劇場もあるしさ、なんか、あ、ソニー辞めるんだみたいな感じに思う部分あるけどね、俺。そうですね。うん、辞めてどうするんだって話ですけど。うん。辞めて結局でも事務所を探してるわけじゃないの？あ、でもなんか縁があればどっかには。うん、うん、最後だとは思うんで。大体みんな最後にソニー選ぶねんけどな。最後の最後にソニー行ったはずなんですけど。うん、そう、ソニーの果てが今度生まれるかもしれんねんな。そうですね。私が行ったらもうそこが最果てになるかもしれない。そうやな。原始人事務所かもしれないね。そうですね。かっこいい、このヘッドセットがかっこいいな。そうなんです、ちょっと声が入んないもんで、うん、すいません。ちょっと待って、もう芸歴何年やったっけ？20年ぐらいになる。20年はい。もう大体みんなそれぐらいになってきたらどんどん声がでかなってくるんだけどな。ちょっとこれ以上声出したら壁ドンされるかなと思いまして。そうか、部屋の関係。はい、すいません。あ、いや全然かめへんね、聞こえてるし。まあでもな、なかなかな、こうみんな自宅から配信とかやってるけど、やっぱご近所トラブルとかもつきものやもんね。あ、そうなんですね。皆さんなんか聞いたことあるよ。まあそうですね、虹の黄昏さんとかの隣には住みたくない。いや、あれはやばいよ。で、もともとあれでしょ、 NSC なんでしょ？そうですね、東京の7期生です、うんうん。東京の7期生って誰がいるの？もう中学生さん、ですよさんと、ちょっと、あ、こがけんさん、うん、あーですね、ほうほう、はい、どこやったっけな、鹿児島から出てきたんだっけ？そうです、鹿児島から。はい、なんでもうそれじゃあ鹿児島からお笑いやりに東京に来たの？そうです。鹿児島ではどんなお笑いに触れてきたの？何も、うん、あ、でも本当にテレビっ子でしたよ、うん。あ、そうなんや。はい、もちろんオンバト世代でしたから、ね。ああ、そうなんや。はい、飛び石連休さんも見てましたし、うん。あ、どうも、あの飛び石連休です、どうも。はい、あ、そうなんや、そういうのを見ててちょっと私もやってみようかなみたいな。はい、そうですね、もうずっとやりたくて。絶対多分あれでしょう、クラスの中でのひょうきん者じゃなかったでしょう。いや、そうなんですよ、クラスの中でも割と何も喋らない。で、一回中学の時に、ね、うん、鶴の恩返しかなんかの文化祭があって、うん、あ、劇をやったのね、クラスかなんかで、はい、うん、で、なんかそのこういう風にした方がいいよみたいなビデオを見せられたんですよ、うん、その役の主役の人に声が似てるってなって、うん、ほうほう。で、あ、じゃあ私大久保って言うんですけど、うん、大久保さんがいいんじゃない、大久保さんがいいんじゃないってなった時に先生がガチギレして、うん、もっとちゃんと考えろって。それもおかしいな。3年、うん、高校、あ、中学最後の文化祭が本当にそれでいいの、うん、
ってぶち切れた。なんてこと言うんだよ。ちょっとその先生どうかしてるだろう。いいじゃん大久保さんでも。いやでも、うん、私も助かったとは思ったんですけど、その時はね、うん、でも後々考えたら、うん、めちゃめちゃ結構なこと言ってたなと。そうやんな、結構なこと言われてるよね。大久保さんを選ぶことがちゃんと考えてないって失礼よね。そうですね、うん、本当にその時声も小さかったし、でそれは先生もそれそうだろうって。まあな、はいはい、うん、声張れねえだろみたいな感じやろうな。そうですね、うん、今考えたら確かに、うん、まあ、その時はだから、はい、特に表に出たい欲もなかったわけでしょ。そうですね、その時は別にそこまで出たい欲はなかったですね、うん、でそこから高校に住んで、多分高校に住んでもそんな感じよねきっとね。そうですね、高校に住んでもずっと何も喋らず。友達は何人かいるよね。あでもこと、うん、友達もいたんですけど、うん、なんか3年間同じクラスの女子クラスだったんですけど、高校3年に入った頃ぐらいになんか喧嘩しちゃって、うん、それからもずっと一人でしたね。つらいな。え、卒業前に仲直りするわけでもなく。あ、そうなんです。でも卒業してから仲直りしたんですけど。あ、よかったよかった、はいはい、何よりだよ。卒業だからその1年間ぐらいはもうずっと一人でお弁当を食べてました、うん、いやーそうか、はい、でもなんかいろいろみんななんか優しさでお弁当一緒に食べようって言ってくれるんですけど、うん、いい一人で食べるって言って。それは意地を張ってたの？意地を張っていましたね。あ、うん、私は一人が辛いわけじゃないからみたいな。そうですね、私別に一人全然。うわー強い子やな、めっちゃ強いな。本当はすごく寂しかったんですけど。そりゃそうやろうな、一人で食べて。はい、あとはあの昼休み終わるのを待つだけやもんな。そうですね。その時は何してたん？ぼーっとしてたの？そうですね、別に本も好きじゃなかったし。だもうただその時が過ぎるのを待ってた、はい、本当に長かったです。高校3年が本当に1年間が本当に長かったです、うん、そうです、全然過ぎへんもんな毎日毎日。ちなみに東京の七期はね、はい、あと LLR とか。あ、そうですそうです、 LLR さん。あとペンギンズの兄貴とか。あ、そうですね、大阪だと江原くんとかなんやんな。あ、そうですね、若井治とか石橋狭間とか、はい、でそれがさ高校卒業してすぐ東京？いや一回短大行ってます。短大行ってんねや。それは鹿児島の、はい、鹿児島の短大行きました、うん、でそっからお金が欲しくてその NSC に入るのに、うん、その群馬の工場に行って。群馬の工場、はい、何作る工場？よう分かんないです。あの何かの部品を作ってた。部品に電気を通して、うん、使えるか使えないかみたいなことだと思うんですけど。何をやらされてたのか分かんない。なんかチェッカーみたいなのがあって、はい、ちゃんと電流通るか通らないかっていうのをチェックするのを一日中やるわけ。はい、そうです、うん、半年ぐらいやって、でその時に、うん、あのなんかそう空回りして、うん、芸人になりたい、うん、空回りして、うん、角刈りに工場で、工場の、うん、はい、近くの美容院で。美容院に行ってさ、角刈りにしてくれって言ったの？いや、最初は、うん、あの坊主にしてくださいって言ったんですよ。おう坊主でって言ったら、うん、したその美容師さんが、あなたの頭はものすごく絶壁だから、うん、ちょっと坊主はきついと思うから、ちょっとあのこちら側で、あのうまいことやらせていただきますって言われて、できたのが角刈りだった、うん、おかしいやんそれ。要はミルクボーイみたいな感じでしょ。そうですね、ちょうど頭の形を生かして。ベリーショートどころじゃあもんな。ベリーベリーショートやもんな。いやそう、角刈りなんていうの、坊主もさ止め方にしてもさ、はい、いや何があったんだいみたいな、はい、女性がそんな簡単に坊主にするもんじゃないよみたいな感じの止め方じゃなくて、絶壁だからって止められた、はい、そうですね、そうでしたね、うん、で角刈りにして、もうそれは何かの覚悟やったん自分の中で。そうですね、もう芸人になるんだって
ていう、なんかその群馬の工場ではおしゃべりする人いたの？あ、さすがにみんな話しかけてこなくて。え、角刈りの女子にはなんかちょっとどう扱っていいのやらみたいなことだと思うんですけど、うん、だってあれでしょ、はい、言ったら20歳ぐらいの時でしょ。そうですね、22ぐらいです、ね、うんうん、一番綺麗な時でした、ね、一番そこを角刈りで過ごして、はい、うん、そのでまあお金稼いで半年やってて、はい、で東京に行ったわけ。そうです。で NSC の事業員。その時はさ、もう角刈りではなかったの？その時はもうちょうどよくおかっぱぐらいに伸びてましたね。ああ、よかったな、はい、ちょうど角刈りがうまいことこうわーってこう、はい、本当によかったです。あれで言ってたらもう本当に、うん、あとあと黒歴史みたいな。いやもうちゃんと黒歴史として残ってるやんそれは。でずっとピンコンビとか組んでたの？最初あのコンビを、うん、その NSC 時代の、うん、女芸人さんと桜前線っていう。桜前線なんや。はい、おう、くしくもかぶってしまったな。そうなんです。あの錦鯉の高志くんの昔のコンビ名と、はい、うん、多分やけどあの全国の若手掘ったら他にも何組もいるやろうな。桜前線はな、いると思います。桜前線はいると思う。いそうやもんな、はい、うん、その桜前線どれぐらいやってたの？は2年ぐらいですね。2年やったんや、うん、はい、もう1年は日光に行ってたので。日光？はい、日光江戸村。江戸村、はい。なので実質1年ぐらいです。それあれ、電波少年のやつちゃうか？いや違います。普通にバイト劇場があったんですよ、吉本のお笑い劇場。ああ、はあはあはあ、金ちゃん劇場だったんですよね。うんうん、そこが吉本になって、うん、そこで住み込みでってこと？はい、毎日？毎日です。地獄のような日々やな。毎日同じお芝居してました。あ、芝居やったんや。喜劇ですかね、なんか新喜劇とはまた違うような、うん、なんかお芝居みたいな。それだって平日あんまりお客さんおらん時もあるやろ。そうですね、もうほんと一人の時もあれば、うん、300人の時もあれば。え、ほう、あの観光、シーズンだと。なるほどね、はい、でも一応それはお金は貯まるんじゃないの？ そんなことない。そうなんですよ、めちゃめちゃ貯まりました、うん、月に12、3万ぐらいもらいました。寮みたいなとこがあるわけやもんね、はいはい、もうそこでお金かからへんもんな、はい、でそこからどうなっていくの？コンビは結局解散するわけでしょ？そうですね、1年後に解散です、うん、はい、もうええわ言うて、そうですね、私がちょっと追い込みすぎて。意外やな、相方に厳しかったんや。はい、ちょっと厳しすぎたみたいです。それは何、相方へ求めるものがちょっと。そうですね、ちょっと、うん、はい、いろいろ負担が大きかったみたい。本当、その相方はもうお笑いから足を洗ってしまった。そうですね、もうお笑いはやらないって言って、うん、何回かもう一回やんないとか言ったりはしてたんですけど、うん、もうダメでしたね。いやすごい、淡々とそのトーンで詰められたら怖いやろうな。違う、それじゃない、うん、違う、それじゃない、うん、違う。いやそっからあれ、もうあれ一人？そっからもうずっと一人です。その時は、その時にもう吉本辞めたの？はい、辞めたというか、もう行かなくなった感じですね、うん、ちゃんと辞めたっていうか。そうやな、まあ吉本なんてやっぱ行かないと全然な、もう亡き者にされるだけやもんな。はい、でそこからどういう経緯でソニーに行くの？からなんか、あ、カリスマ芸人待合室、ご存知、カリスマ芸人待合室っていうあのライブもうご存知ってつけるってことはご存知ないことを知ってるじゃない。ありまして、いやでもよく聞く、地下中の地下だという噂の、はいはい、でももうあそこ出てた人もほとんど売れたんじゃないですかね。売れチャンスお城とかあったっけ？いや、バイキングさんも出てましたし、おうおうおう、コウメさんもそこからでしたし、コウメ？はい、コウメ大さんも、なんかお客さんが10人ぐらいしか入らんねやったっけ？そうなんです、10人ぐらいの4畳半ぐらいの舞台に、うん、照明が本物の照明なんですよ、うん、熱っ。
だからもう一番前のお客さんが具合悪くなって帰っちゃうんですよ。大島さん、大島さんこの間亡くなられましたけれども。え、あ、そうなの。はい、そうなんですよ、大島さん。あの、あれでしょ、ショーギャラリーの人でしょ。そうです、ショーギャラリーの大島さん。あー、そうかそうか、俺なんか見たな、それネットで。はい、でその人がこう仕切ってるところの劇場があって、はい、そうです。あともう一方、あの、うん、女優さんの奥さんなのかちょっと定かじゃない方と、うん、いつもなんか喧嘩されてます違うよそれ、そこじゃないよ、うん、一回だけそこの系列のライブに出たことがあって、すごいなんか印象残ってるもん、はい、ああ、ちょっと不透明な。その大島さんもずっとここに泡溜めて喋ってる人でしょ。そうなんですよ。うん。すごい。あ、そんなに人間って泡出るんだぐらい泡出てるもんね。うん、気づかないもんなんだ。気づかないもんだな、あんだけ泡が出ててもな。ててもそこのカリスマ芸人、待合室っていうのに出た頃は、まあフリーで出たわけよね、ピンで。はい、そうですね、フリーでしたね、うん、あそこで。ほぼ初舞台みたいなもんじゃないですか、その日光割って。うん、ライブも出れなかったですか、吉本時代は。あ、そうなんや。そうですね、もう帰ってきたら出るところもなくて、うん、日光にな、1年間監禁されて、はい、どっかに長期で住み込むの好きやなそうですか。あ、そうですね、本当だ、うん、でも そういうのはあんまり苦じゃないんだね。いや、苦ですよ苦に決まってるじゃないですか。いや、なんか、いや、俺のな、知り合いでもさ、はい、そういう、例えば、あの、地方のほら、工場、寮に入って工場勤務でお金貯めるんや、みたいな。とかも、はいはい、大体3ヶ月行くって、2週間で帰ってきたりとか、っていうのが少なくなかったりとかするんで、はい、ちゃんとあの、半年だったら半年勤め上げてるから、苦じゃないのかなと思って。いや、苦は苦ですけど。苦は苦なのね。ただ、その、我慢強さだけが取り柄なので。それはやっぱりあの高校の3年間で培われたんかな。そうですね、培われたんでしょうね。でそこからどういう流れになるわけ。そこからそうですね、うん、そこで、うん、そのもうすぐでしたね、すぐソニーでネタ店やってるよって、その照明やってた方が作家さんだったんですよ。あ、そうなんや、はい、うん、でその人に言われて、うん、あ、誰でも入れるからって言われて。じゃあソニーがまだ立ち上げの頃かな。立ち上げて1年、ちょうど1年の頃に入りました。まだあれよね、じゃあまだ全然誰も売れてない頃かな。いや、小梅さんがちょっとエンタとか出だして。あ、そうでしたね、確かそうですね。あー、コウメ太夫はエンタ出てから早かったもんね。そうですね、だから、うん、そのカリスマ芸人の時もアマゾネースさんだったんですけども。アマゾネースっていうピン芸人やったの。はい、なんかそういう名前を、うん、その占い師につけてもらったの40万とかでえ、はい、でもそれつけた瞬間もすぐコウメ太夫で売れたんです。ちょっと待って、難しいな、これ。ちょっと待って、アマゾンネースって40万払ってつけてもらったのに、はい、売れた名前、コウメ太夫なの。これ、むずいな、これ。そうなんです。でも、うん、でも、コウメ太夫はエンタでつけられたんじゃないですか。そうやんな。うん。逆に良かったんじゃないですかね。うん。俺も、あの、エンタの神様の打ち合わせをずっと半年ぐらい行っててさ。はい。で、スタジオの近く、収録スタジオの近く撮るときに、多分、コウメ太夫が、1回目か2回目かの収録ぐらいの時で、汗だくの白塗りのおっさんがスタジオから出てきてさ、え、何これ、こんな人も出んのみたいな思ったら、瞬く間にスターになったから。いや、そうです。私も、そのカリスマ芸人の時に、うん、なんかその、自動販売機の明かりの前で練習されてたんですよ、あの白塗りで。うんうん。嘘でしょと思って。うん、もう、すぐテレビ出られてたんで。うん。